はい、こんにちは、トールと申します。今回はアニメ本好きの下克上3期の2話、通算28話の話をしていきたいと思います。本格的に3期の方向性が示された非常に良かった回だと思います。前回がですね、下町関係の主要人物絡めながらね、綺麗にまとめた回だったのに、まあ、加えてですね、今回はその流れを組みつつも神殿周りのね、部分が見事に描写されたんじゃないかなというふうに思いました。はい、まあまあ考察点ってほどじゃないんですけど、2期までにあったことのつながりなんか絡めてね、振り返ってみれたら、まあまあ3期の中でですね、ストーリーに乗りやすいんじゃないかなというふうに思ってます。それではね、アニメ視聴者視点ということで、今回の感想や注目ポイント、深掘り考察なんかをですね、少しだけやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。まずは今回の話、マインが神殿に戻ったことによって、そば使い周りの、関係だとか、2期までに関わった貴族がどうなったかみたいな、そういった話になりました。またですね、前回の27話でね、書かれていた、まあ、陰空教会のね、流れなんかからですね、貴族がマインを利用しようと画策していることが分かって、今回ね、3期の方向性がね、やや見えてきた、そういう回だったんじゃないかなと思いました。まあ、前回の下町の説明から、今回は神殿側の話にね、うまい具合に映ったんでね、今回はちょっと神殿周りに出てきたキャラクター、ね、マインのそば使い周りをね、中心に話をしていこうかなというふうに思ってます。で、まずね、言っておきたいというか、まあ、感想でね、押さえておきたいポイントとしてはね、僕はね、まあ、マインの神殿生活がね、ちょっと退屈なものに書かれていた感じがあって、ここをすごい絶妙だなと思いました。はい、後の描写にもつながってくるんですけど、マイン的にはですね、まあ、このね、寂しいながらもおそらくはそのこの神殿での生活を自分なりに頑張ろうと思ったんだけど、思いのほか行動が制限されちゃうんですね。うん、言われるまで起きてこないでって言われたところからね、出鼻をちょっとくじかれてですね、で新館長の補佐の仕事もやろうと思っていたけど、部屋から出してもらえない、で図書の整理の仕事も当然できないっていうところですね。しょんぼりするマインさんです。そう、あの仕事が全くないわけじゃないんだけど、ね、でもですね、多分マインの活力をその沸かせてくれるような仕事っていうのがね、ない形になります。ね、でこの後の描写でマインが遊具開発に力を入れますよね。これもね、結構大事な部分だと思うんですよね。うん、まあマインがなぜこんなにね、あの力を入れて遊具開発ができたのかっていうところは、実はマインはですね、環境的には暇な環境になっていたからね、モチベーションが上がっていたのかもしれません。はい、ちなみにですね、これそのエンディングの後にですね、新館長とリバーシをやってね、買っていましたので、こういうなんていうか一般的な攻略法を知っている、ね、リバーシも一応なんか4つぐらいコツがあるじゃないですか。なんか角を取ったら基本的には有利とか、そういうところを知ってるマインに負けていて、新館長が腑に落ちないっていう顔をしていたので、これもまあ正しいあの知識無双っていうんですかね。はい、まあでも周りから見たらマインが作ったゲームでマインが勝ってるからね、自然な絵面になるのかもしれませんが、ね、ともあれですね、リバーシ、トランプ、チェストね、遊具をたくさん作りました。ね、この辺はね、なんか利権ちゃんと取れたら強そうですよね。はい、そんなわけでですね、まあ、マインの神殿生活が、結構書かれました。もちろん何もすることがないわけじゃなくて、ロジーナとのね、楽器の練習なんかもありますし、あとですね、あのフランと話し合いましょうみたいなことを、言っていた描写の中に、ちょっと面白かったのが料理人の話が出てきて、そう、料理人でね、フランがね、エラーの助手を孤児院からって言ってたんですよ。ね、この2人の料理人ってベンノさんが連れてきてくれた料理人なんですよね。孤児院の院長室が空いてるからって言って、マインがそこの院長室を使わせてもらえることになった時に、そこに残っていたキッチンでね、使えるからっていう話で ね何でしたっけ、釜があったのかな、だからベンノさんがですね、その見つけてきた料理人をあてがってくれた時に、こちらね、あの2人いたんだけど、一応名前だけ出てきたのはフーゴとエラだったんですよ。左がフーゴで右がエラなんですけど、フーゴが料理人でエラは助手やったはずなんですけど、まあ半年ぐらいで、まあ、エラに助手をつける段階になってるっていうことは、なんかエラが偉くなったのか、あ、別にあの冗談じゃないですよ、フーゴが何かこう冬の間はね、あの別の場所に勤めたりしてるのかっていうね、事情があると思うんで、多分あのエラの助手が決まったタイミングでそのあたりの話が、出てくるんじゃないかなというふうに思いました。はい、なんかあの普通だったらフーゴが料理人だから、フーゴの助手をつけるみたいなね、言い回しになると思ったんですけどね、何かこう料理人周りでも話が進んでるのかもしれません。
ちなみにこの時に、マインがですね、細かい説明なんかをして野菜の煮汁をそのまま料理に使うみたいな指示があったりだとかね、このタイミングでピザなんかを作ったっていうのが、まあ2期のね、内容にはなってますので、この辺がちょっと振り返られて面白かったと思います。はい、またですね、マインが結構教えるのが上手みたいな話があってですね、僕マインは教えるのあんまり上手じゃないのかなと思ったりもしてたんですけど、確かにオットーさんのところで1期の時ですね、オットーさんのところで一応なんか教師めいたことをしていたので、勉強を教えること自体はうまくできるというかね、ある程度ノウハウがある子ってことがね、分かりましたね。はい、孤児たちに読み書きができるようにすることによってですね、まあ識字率を高めようというね、まあ教育改革をねやろうとしているわけです。本人はなんか本が増えたら私が読める本が増えるわっていうね、そういう動機ではあるんですけど、結構すごいことをねしようとしていました。はい、ちょっとね考えをね改めないとこと思ったんですけど、自分は版画の本を訂正する時のですね、本の指示をですね、マインだけなんかようわからんこと言ってて、この院長何言っとるんやって孤児が困ってた描写がね印象に残ってたんで、なんか技術的なところはやっぱりマインを教えられないっていうね、そういうところだと思いました。はい、つまり本を読んで教えられるような部分ことに関しては教えられるけどね、技術的なニュアンスを伝えるのは苦手なマインということになります。そういう部分ではね、前回にですね、パトロンになったところですね、あそこはもしかしたらね、相性がいいのかもしれませんし、またですね、いや多分ね、そのパトロンになってしまったことによってですね、何回もリテイクを、食らいそうでね、心配になってきますね。はい、ヨハンのパトロンに、マインがね前回になりましたのでね、ヨハンにね活字のね活版印刷の活字はあれはめちゃくちゃリテイク食らいそうでね、ちょっと心配になってくるんですよね。活版印刷が実装されるまでのルートを考えるとね、めちゃくちゃリテイク食らいそうで、まあちょっと話取れましたね。はい、ともあれですね、まあ神殿の生活をしながらですね、マイン的には孤児院長としての方向性としては、その2期にあったような感じですね。2期では孤児たちに自分たちで仕事をねしてですね、自分たちの食いぶちを稼げるようにね、指導してあげたところで、今度は識字率を高めることによって、まあいろんな仕事にねつけるようにしてあげてるってことでですね、なかなかいい神殿改革をね行われてるんですね。孤児院改革がね、はい、ここはなかなかにね、いい描写だと思いました。いやワクワクしますよねこの辺はね、教育改革ですかね。次ですね、貴族の格索っていうところがですね、まあ透明性を持って見えてきました。だんだんね、前回のですねインク協会のボルフがもう契約をね結んだ後に動いた理由、それがはっきりと分かってきましたね。ここでの秘密話っていうのが、ベンノさんが衣装をね、まあ納品しに来た時に関係者でですね秘密話をして、まあここでね話をしました。ここの時のね魔法もねすごいですね。やっぱり結界魔法みたいなのね、あるんですけど、結界魔法の理論と、多分これは音をね消すという盗聴防止の魔法をなんかこう範囲指定して発動させたって前がね見立ててはいましたけど、頂点のところが光ってるところなんかがちょっと面白かったですね。はい、こんな中で秘密話をしてですね、この部分で、まあ、2期に書かれたトロンベ討伐ですね、はい、その時にマインが働いた仕事、そしてその時に起きた、まあ、アクシデントですね、これの清算が済みました。はい、ここにおいてはですね、まあ、言ったらですね指揮講座という、貴族がマインにですね若干ひどいことをして、結果マインが怪我を負うなどしてですね、それの責任をですね追及するという形になり、指揮講座は死刑になっちゃったみたいですね。はい、あっさりと死刑になっててびっくりしたんですけど、他にもですね、カルステッドとダームウェルも、同じようにね、まあ同等の罰じゃないけど罰を受けることになっていて、今回の、支払いをさせられたという、そういう形になってきました。はい、そんなわけでですね、まあ、結構この辺りが綺麗につながったんで、2期にそんなことあったなっていうね、描写にはなっていたと思います。ちなみに今回の話の中で領主の許可を得て青色巫女になったことがですね、まあマインが初めて知る形になってですね、マインはそんなん聞いてなかったけどお貴族様めみたいなことを言ってたんだけど、これいや僕の勘なんですけど、新館長この時マインに何事もなかったら言うつもりなかったのかもしれませんね。いや分からんけど、つまり何もなしにただの青色見込みならだよっていう風に言ってると、こういう悪意あるやつがですね、まあ軽はずみに攻撃してきたりするかもしれないから、その領主の許可を得てるっていうところで脅しをかけた意味で全員に伝えたのかなとも思いますし、マインのためにもそのことは伏せていたのかも本当は知れませんね。はい、知られることになったせいで逆に利用しようと
という輩が出てくるだろうという話がまさに今回、なりまして、まあ、ダーマエルは見習いから、やり直しになってですね、まあ、どういう路線をね、騎士が辿るのかわからないんですけど、1年間、マインの護衛になるという、そういう形になりました。ちょっとずつね、なんかね、2期の内容がね、思い出されるような感じで、よかったと思います。はい。ただまあね、ちょっと家族にも危険がみたいな話があったので、マイン自体の、その、身の振り方っていうのは早めに、しないといけないんだよというところがよくわかりましたし、あと、マインがですね、今まで開発してきた知識ですね、マインの武器というかね、有用性っていうのはね、圧倒的に知識なんだよっていうところをね、ベンノさんも言っていました。はい、いろいろ出てきましたよね。一気のシャンプーとかね、髪飾りの話、あと髪飾り量産したりもしましたし、髪の製法に関しても、そしてハンガーインクの話も、きちんと出てきました。それからまあ27話でね、前回ちょっとね、出てきたですね、まあ、あの料理のレシピに関してもですね、ちらっと出てきましたし、まあ、本のね、大量生産に関してもまさにまさにその通りだと思いますんで、はい、この辺が確認されたところも良かったと思います。まあ、ちなみに個人的にね、良かったのはね、このね、もう、新館長が顔歪めるシーンですよね。あの、マインは弱すぎるからね、その、監禁して知識を絞り出そうとしたら、たやすく死んでしまうって言った時に、ね、あの、お仕置き部屋反省棒に半日入れただけで倒れてしまったことをちょっと思い出してですね、顔を歪めてはいるんですよね。これ、あの、直接的にあの時のことを思い出して顔を歪めてるわけじゃないとは思うんですけど、ただこれって新館長にとっても苦い思い出で、その、マインが反省する前に、新館長がマインのね、ひ弱さを認識できてなくて反省したっていうエピソードだったんでね、ここでまた顔歪めてるところ笑っちゃいましたし、すんげえ気まずそうに笑ってる前にもね、笑っちゃいましたね。はい、なんなんでしょうね、顔芸じゃないんですけどね、なんか楽しいですね、この辺は。はい、結果マインが暴走してしまって、またね、魔術具みたいなもので魔力を吸い取ってもらったりしていましたので、はい、マインの身を振り返ったっていうのは本当に早めに形をつけなければいけないので、貴族院に行く前にね、多分何らかの、措置になるとは思われます。はい、そんなわけで、まあ、この辺が多分あの3期のまあ、主要なストーリーのねラインなのかなというふうには思いました。で、ここからめていうのが今回出てきたホームシックスですよね。はい、トゥーリーが言ってましたもんね、まさに赤ちゃんに戻ったみたいって言ってて、マインが、これって、マインはもともと成人女性だったのが転生した子供なわけなんですけど、そのトゥーリからも子供に戻ったみたいじゃなくて赤ちゃんに戻ったみたいって言われてしまってるんですよね。はい、もうものすごい状態のホームシックスがかなり深刻な状態になってることがよく分かって、まあ一人でご飯を食べる時もある、ね、これ多分冬軸って自宅で周りの廃炉ね、神官とか灰色巫女とかが忙しくしてるんでしょうね、きっと。はい、そういうところで、ただマインは自分のできることやさせてもらえることが少ないという描写もあって、まあすごいいい対比にはなってましたね。で、ギルが慰めてあげようみたいなね、感じになるんだけど、それはまあね、青服と灰色服との距離感ではありませんよとフランにたしなまれられてしまってですね、この辺がねまさに見事で、つまりそのマインっていうのが年相応じゃないホームシックにかかってる理由っていうのがめっちゃ遠回しに表現されてるんですよね。冒頭にあったみたいにやることをさせてもらえなくて暇なマインっていうのがここに繋がってくるんですよ。うん、青服と灰色服の、まあ、距離感プラス自分の行動が制限されてることによってマインって退屈と暇な状態になっていて、つまり寂しさとかを紛らわせるときの手法として仕事に没頭するっていうのが結構有効やと思うんですけど、マインは会えない寂しさが募るばかり、しかも目の前に仕事がないっていう状態になって、皆さんもインターネットを取り上げられて部屋の中に閉じ込められてみたら分かると思うんですけどすごくなんか思いが詰まっていっちゃうんですね。思い詰めてしまうんですね。はい、その辺でかなり不安定になってしまったマインっていうところで、心理館長はそれがね心配でマインを外に出さないようにしたんだけど、それが多分裏目にかかっていたんじゃないかなというふうには思いました。はい、この辺をあまり言葉では説明せずに文脈のみで説明してる感じっていうのがすんごい本好きの下克上感があってよかったですね。はい、だからその起きたことだけ見ると急にマインが深刻なホームシックにね、かかってしまってるようにね見えるんですけど、この辺のね書かれ方はね本当に作品感があってよかったと思いますし、そして今回のホームシックの描写って、ね、どこを見るべきかっていうと、つまりこれマインの状態を見るべきじゃなくてですね、どちらかというと新館長の方を見ておくべきなんじゃないかと個人的には、思ってるんですけど、どうなんでしょうかね。そう、
マインの状態っていろんな描写から説明がつくんですけど、新感情視点で見るとなかなか絶妙というか微妙なんですよね。いい意味で微妙な、はい。つまりですね、新感情視点ではマインはすでに成人した後の女性が中に入ってる状態の幼女というかね、少女というね、目線で見えているので、つまり抱きつかれてきてるのは精神的には大人の女性を抱きしめてることになるし、ね、あの大人面の女性が左に乗ってるということになるんですよ。見た目は少女なんですけど、だから多分新館長の心の方がめちゃくちゃ複雑 で多分これ一番エモい部分だと思うんですよね、はい。この辺はまあちょっとね、情熱的なものをね探すのが上手な方に解説していただければと思うんですけど、ここはちょっとね新館長を見るべきとこだったんじゃないかなというふうには思いました、はい。そのマインの状態はいくらでも説明つくんだけどね、新館長の心中を察すると本当になんかこうねもだえるような気持ちになりますね、はい。そうじゃなくても今回はね歪んだ顔とかも見れたんでね、なかなかにね、いやエモい部分ですよねこれね、きっとね、はい。新館長の方から落ち着かせるためにギュッて抱きしめに行ってるんですけど、この時点で新館長はマインのがね前世はすでに成人だったことがね分かってるんでね、ここはなかなかにねなんかいい場面だったんじゃないかなというふうに思いますね、うん、はい。でまあマインのね身の振り方についてはまた新館長に任せておけばいいと思うんですけど、まあ10歳まで猶予をくれたわけですよ。マインが確か洗礼式に来たのが8歳ぐらいだったので、残ってる年月的には1年か2年ぐらいだと思うんですね。だからそれまで多分きっと守ってもらう形になるんでしょう、はい。ダムエルが見習いとして1年間をね、まあマインを守ることになるんだとすると、まあそれこそ貴族院に入る手前ぐらいまで守ってくれるのかもしれません、ね、年月的な細かいことは分かりませんけどね、はい。でそこも多分だから早くに養子になってればもっと守りやすくなるんだけど、それが叶わないからね、もうますます新館長のね胃がね胃が心配になってくるという、形で見ていましたが、皆さんのね印象的にはどうだったでしょうか。自分はちょっとね新館長がエモい部分だったんじゃないかと思ったりしました。次ですね、神殿の人たち、まあここが今回のメインだとは思うんですよ。うん、もうねなんかすっかりそのデリアとかって本当になんかマインのお姉さん的な存在をねやってくれてます ね。そしてギルとは違ってちゃんとその主従関係をめちゃくちゃちゃんとやりつつも教えてくれてるいいお姉さんなんですよね。この辺のデリア感すごくいいし、でもデリアは神殿長とつながってるんですよ。ここのねバランスがねすごく絶妙で良かったと思います。今回一応ねそば使い全員集合、していたんですけど、ただビルマに関してはまあセリフとかもなくてね、特に出番もなかったんで、もしかしたらなんか個人周りでまあ改めて何か話があるのかもしれませんね。ビルマって個人の子供たちをまあ積極的に、見てくれてるね、人になりますので、こっち絵のうまいビルマさんね、ですのでまあまあ次回ぐらいにもしかしたらその個人周りの話で、まあ、ビルマが中心にねセリフなんか出てくるのかなというふうには思いました。あと個人周りの話で自分ちょっと見返した時に思い出したのが、前回の話27話でね、なんか後ろの方をね、歩いてる灰色神官がね何か気にしてましたねみたいな話を、していたんですけども、コメントとかでもいろいろね教えてくださった部分としては、まあこの人自体は新館長寄りのね、まあそば使いで結構新館長から信頼されてそうなんでね、大丈夫ではみたいなコメントいただいて、ちょっと見返してみたんですよ、はい。ちょうど今回17話から19話ぐらいにかけての描写があったんで、そこをちょっと見返してみたんですが、確かにねその新館長に結構信頼されてそうな、そういうねポジションにはなってました。彼がマインが着替える場所がないって言った時に、個人の院長室が空いてますけどどうでしょうかって言ってくれたの彼なんですね。あと、寝室をマインに与えてちょっと話しようとした時にいさめるようなね、ことを言ってくれたのも彼だったので、彼は結構頭がそこそこ気が利いて頭もそこそこ切れて、ただもしかしたらなんか個人周りで何か気にかけていたりするのかもしれませんので、次回ねもしかしたら出てくるかもしれませんね、まあ分かりませんけどね、はい。あとですね、まあ何よりもね今回僕は一番に推したのはギルかなとは思います、はい。いやギルね本当にいい子に育ったよね
そう、まあ今回マインがね寂しがってるからね、俺がギュッとしてやってるよって言ってるところで、これはマインに対するまあ信頼とかね、あると思いますし、またですねルッツに対する対抗心もあると思うんですけど、でもね基本的にね本当にギルはですね模範的なね、模範的な従者にね なりつつすくすく成長してるんですよ。だからフランに一番たしなめられてるのもギルなんだけど、ね、その分ちゃんと吸収してね成長してるのがよく分かって、今回ギルがですねその喜んでたじゃないですか。もともともらっていたのはその字を書くためのね、道具ではあったんだけど、ちゃんとしたメモがね、できるものをですねもらってですね、まあ所持版ですかね、はい、所持版を、まあ、フランが、まあ、もらってたんですね、うん、2期の時に。でそれをちょっと羨ましそうにギルたちを見てて、でギルたちには所持版ではなくこのね、まあ、黒板みたいなやつに木で書くっていうことでね、読み書きの練習用のやつをもらっていてですね、でギルはそれを持って今回もね、ちゃんともらったのを丁寧に使いながら袋にちゃんと書くやつも入れてね、やってる状態でですね、俺も所持版があればなって言ってたところをね、春になったら用意しますってこと言われて、めちゃくちゃ意欲的なんですよ。いやめちゃくちゃすんごい理想的ななんか少年になっててね、なんかこのままスクスク成長してマインをね、守ってほしいなとね、そんな感じのことを思いました。いや今回ちょっとねギル中心にね、見ていくとなかなかにねいいとこだと思いますね。やっぱり2期のギルと比較するとね本当にいいやつに育ったのというところですね。でもまだ半年ぐらいなんですかね、時間の流れ的にはちょっとわからないんですけど、はい、まあギルの対抗心とね向上心がなかなか良かったと思います。そんなわけでですね、まあまあ、全体的な感想としては神殿や貴族周りの話っていうのがしっかり、振り返りとともにですね、まあ、前回からの引きがつな、がった部分じゃないかなというふうに思いました。はい、まあマインのね状態、しっかりですね、まあ、なんだかんだでやっぱりその姉のトゥーリとね、まあ商人ベンノさんとそれからまあ友人のねルッツっていうところが下町関係ではある程度覚えておけば、神殿周りのね、ストーリーは神殿側にフォーカスして見ていくことができそうです。はい、まあ貴族がマインを利用しようと画策していると、でおそらくはまあインク協会のね、ギルド長に関してもですねそういった依頼がなされたんでしょう。まあもしかしたら場合によってはマインの家族を利用するための手はずを整えとけとかね言われていたのかもしれませんので、ここどうなるかは分かりませんし、また自分的に次回以降のね展開としてはやっぱり個人への教育改革が進むんじゃないかなと思ってるんで、この辺でビルマとかのセリフが多めに出てきたりだとか、新館長のところにいたね緑服のね、人がちょっと関わってきたりすると面白いかなと思ったりもしていますね。はい、どうなるかはわからないんですけど、あと僕あんまりオープニングとかのメタ的な視点でオープニングをね、見るのはやめてはいるんですけど、オープニングの描写がねちょうどその外に出られるようになった頃のマインと、で商人の見習いをしてた頃のマインと、でまあ巫女見習いをや今ね神殿で巫女見習いやってるマインと、で最後がちょっとなんか違う場所で違う服を着てるので、ここが貴族院なんやとすると、まあ貴族院に行ってからの物語に、繋がってくるのかなと思ったりはしました。はい、他にまあ領主っていうね言葉がですね出てきていますので、そういう意味では領主絡みで何か出てくるのかもしれません。まあキービジュアルのところに出てきてるなんか青っぽいね髪の男の人がですねなんかまだ出てきてないので、だとすると、まあ、この人が例えば領主の息子とかやったりして、ね、青服として着てて、マインと、ね、仲良くなったりするっていうのがあるのかもしれませんね。なんか領主の息子に娘に息子、まあ、息子男の人ですねこれね、はい、男の人だと思うんで、まあ、そのこの関係で、領主となんか関わりとか、まあ、なんかパイプができたりするのかもしれませんね。はい、そんなわけで、どうなっていくのはわからないんですけど、まあ、とりあえず当面に発生するイベントとしては奉納式しかないので、そういう意味では何が起きるかはわからないんですけど、なかなか、楽しんでいける部分だと思いました。はい、皆さんの感想なんかも教えていただけると嬉しいです。はい、ここからは公式情報とか雑談へのコメントなんか絡めた、まあ雑多な話になってきますが、まずね、本月の下克上の1期と2期が、ギャオの方で4月29日まで無料配信してまして、まあ突然タイムリーな話で申し訳ないんですけど、こちらね、まだ見てない方とかちょっと見返したいっていう方はですね、ぜひぜひお勧めしておきます。概要欄にね、リンクも貼っとこうと思いますし、まあ本月の下克上ギャオで検索したら、出てくるんじゃないかなというふうには思われますので、まあぜひぜひまだの方とか見返したいっていう方はですね、見てみてはいかがでしょうか。はい、まだの方ね、おすすめになってます。そこを踏まえてですね、
ですね、一応まあ当チャンネルの方でもね、こちらの同時視聴配信をやろうかな、ライブをしようかなと思ったりはしています。はい、何かっていうと、まあそのみんなで一緒にギャオのその放送を見ながら、まあ僕がコメントをするというか、まあリアクション動画じゃないですけどね、そんな感じのことをしてみんなもコメントを打ってもらってですね、あ、前この時こんなことしとったよなみたいなことを勝手に話すみたいなね、ところになりますので、そんな感じのことをね、1期と2期のやつをですね、やろうと思ってます。まあ日付的にはね、次の土曜日に、まあ朝から夜までをかけてね、まあ一気見できたらいいかなというふうに思ってます。朝の部と夜の部でね、両方全部見てしまえたら嬉しいかと思ってますし、アーカイブにもね、残しとこうと思ってますので、こちらね、YouTube の方でですね、まあ、参加できない方は後、まあ、いつでもね、チェックしていただければと思います。やっぱりなんか作品をみんなにね、多くの人に広めて、まあ、いっぱい知ってもらって、ね、作品自体がですね、それこそ4期5期につながっていくようにね、盛り上げていきたいと思ってますので、もしね、タイミングの合う方はですね、 YouTube ライブの方、来ていただけたらというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、なんかまあちょっと宣伝的ではあるんですけどね、あとまあ動画として、まあ、1話の方ね、コメントでもいっぱいいろいろね、まあコメントいただきまして、ね、まあ多分そろそろもうコメント返信はできなくなってくると思うんですけど、まあ自分的にもやっぱコメントをねいただいてですね、やっぱり参考になったとか思い出してよかったみたいな声をねたくさんいただけてですね、嬉しかったですね。ありがとうございます。励みになってますんで、はい、まあ2期、まあ3期がねもう始まってるんで、やっぱり1期2期のこの今回のまあ同時視聴のねライブもそうなんですけど、なんかこうちょっと振り返ったりしてすることによって3期をねよりまた再評価できたりやとかね、より楽しめるようなね形の動画をね出したいなというふうに思ってますね。またなんか参考にさせていただきたいので、その辺のご意見もねありましたらよろしくお願いします。はい、まあ大層なことはできないんですけどね、僕は今もアニメを見てね動画出したけどねいっぱいいっぱいなんでね、はい、ただまあご意見としていただく分には ね全然ね OK なんでね、教えていただければ嬉しいと思いますし、はい、こちらの方もですね、ぜひぜひ1期2期、見返すっていう方はね見返してみてはいかがでしょうか。あともコメントがね本当にね皆さんのありがたいです。原作進度に関してはですね、本当に僕はアニメ視点でしかものをね、話さないようにはしていますので、そういう意味ではありがたいです。どうやら今やってるのが3期の内容の今やってるところは2部のその2部の中間らへんらしい、中間でも終盤みたいですね。ですからもうちょっとしたら2部のところまでは全部ね原作読んでも大丈夫ということのようです。はい、いろいろありがとうございます。多分そのタイミングになったら多分原作ファンの方が教えてくれるなと思いながらね、じゃあゆっくりゆっくり動画出していこうかなと思ってます。前回自分がガリバン印刷のね話なんかをしたんですけど、それに関連する例えば原作の話だとか、実際にガリバンの印刷ねやってたよっていう方のね意見とかね、いろいろ面白かったですね。興味深かったです。この辺はなかなかにね、はい、結構ねね、年齢層が高いというかね、ガリバン印刷経験された方とかもね視聴してくださってるみたいなんで、この辺はありがたいなというふうに思います。またねご意見ありましたらよろしくお願いします。はい、もちろんですね、まあ、単純な感想もねバリバリに、募集しております。はい、アニメ視点、原作ファン視点、どんなものでもね教えていただければと思いますし、ただまあネタバレね、先のネタバレ的なになってしまうものに関してはご配慮いただければ嬉しいと思います。まあ、特にね〇〇に関する原作補足みたいな注釈を最初に入れてですね、その後4行以上の開業していただいたらですね、まあ、基本的にはその住み分けができるかなと思いますので、この辺ご協力いただければ、まあ、そのアニメファンも原作ファンもね一緒に仲良く楽しくですね、こちらの作品を盛り上げていけるんじゃないかなと思いますので、その点ご協力いただければ嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いやー、やっぱり面白いですね、本好きの下克上。はい、でやっぱりお貴族様がね出張ってきたよっていうところと、ちょっとね新館長の胃が心配という、そういう2話、過去28話でありました。はい、次回も楽しんでいきたいと思います。このチャンネルはですね、僕が楽しんでる作品にスポット当ててですね、作品を好きな人の満足度を上げたいとか、まあ、作品自体の価値を高めたいっていう思いで動画出してますので、今後もお付き合いいただければ幸いです。それでは、今回はこれぐらいにしておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。また機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。